はい、冬眠に入りました我がマグナでございます。はい、チェーンね汚いままですいません。はい、で今日はですねチェーンとフロントリアスプロゲット3つ交換します。はい、ここのカバーを留めている、キャップボルトはですね3本とも長さが違いますね。はい、カバーを外すとスプロケットが見えます。ここねチェーンルブゴテゴテに塗ってる人はねここにヘドロみたいな、グリスがね溜まってたりするんですけど、まあ思ったより汚れてないですね。で今回はフロントリアとも3スターのスプロケットにします。フロントをね15丁に上げてリアはそのままですね。でチェーンは EK にしました。このね黒金を選んでみましたよ。ちょっとねやらしい感じですけどね。で同時にハブダンパーも変えます。でチェーンはですね前回交換から2万5000キロほど走りました。まだもうちょっとね使えそうな雰囲気でしたね。はい、チェーンをカットしていきます。はい、フロントスプロケットですね。こうかなり登録強く締まってるんでインパクトがないと外すの大変ですね。まあスプロケの山を見てますけど、まあこれもね限界ってほどじゃなくて、まあまだ使えそうな雰囲気でしたね。はい、これリアスプロケットですね。純正のねスプロケットはスチール製なんでかなり丈夫なんで、これもねまだ使えそうな雰囲気でしたけど今回は変えちゃいます。これねもうカチカチに固まってるハブダンパーですね。これを今回交換していきます。ホイールは天下の円形さんが作ってるホイールですね。でこれが新品のハブダンパーですね。まあ柔軟性があってこれが正常な状態ですね。まあ、発進時とか停止時にね乗り心地が良くなるそうです。でちょっとねパーツクリーナーでクリーニングしました。でスプロケね一丁大きくするんでここのねドライブチェーンガイドがチェーンと当たっちゃうのでこれを外しておきます。はい、取れました。ちなみにね3スターのスプロケットですけどこれ歯磨き粉の3スターと同じ会社です。はい、フロント15丁スプロケット入れました。でチェーンは110リンクでノーマルと同じ長さで大丈夫です。はい、これが外したチェーンですね。はい、かしめのチェーンなんで専用工具でチェーンをかしめてしっかり固定しておきます。はい、当たらないですね。大丈夫ですね。ギリギリセーフです。はい、ではカバーを元に戻します。はい、完成ですね。はい、またね春になったらどのぐらいスピード感とかね回転数が変わるかレビューしますのでお楽しみにお待ちください。それではまた。